おはようございます。朝です。遊郭ヤンの奄美大島ついスタートということで、今一人で奄美大島、今一人で羽田空港のロイヤルホストで、ちょっとスタッフと合流待ちでございます。そして今回はどんな旅になるのか楽しみですね。はい、というわけで本日の昼食、カシミールビーフカレーらしいです。昼から結構ガッツリですね、今回は。はい、今日食していきたいと思います。いやー、というわけで食べましたね。いやー、幸先のいいスタートを切ったような気がします。いやー、なんていうの、うまい飯、青い空、青い海、そして遊郭の皆さん、完璧ですね。完璧な旅でございます。はい、僕は今日は前入りなんですが、ケンさんは明日入ります。うちのスタッフがスタバでチャーシューバイトルらしいから合流したいと思います。おった並んでますね。はい、というわけでスタッフとも合流したんで中入って飛行機に乗り込みたいと思います。奄美が待っている、ね、いや、奄美大島は本当に初なのですごく楽しみですね。沖縄のね、本島とかね、当然何回か行きましたけれども、いや、奄美ね、何が待ってるのか、何が待ってるのか楽しみでございます。なんだ、検査場を越えて、搭乗口に向かっておりますけれども、朝さん一行、はい、いやー、働いておりますね。羽田空港で何を一人でブチブチ言ってるんだっていう、そんな感じはありますけど。さあ、やってまいりました。青い海、青い空、奄美大島でございます。はい、というわけで、前日入りしたわけなんですけれども、明日から奄美の、遊郭慰安旅行の、ちょっと本番といいますか、本編ということですので、今日はちょっと前入りでいろいろした準備で入っていきたいと思います。マスクを上下逆につけてた機内で気づきました。恥ずかしい。まあ、そんなこともありますよね。いいですね、ローカル感あふれる。市内に入ってまいりました。当日は椅子だけになるので、すごいだいぶホース。そうですね。もうここでちょっとライブを行う予定ですので。大丈夫です。
本番は椅子だけになるプラン、はい、いいですね。じゃあ取って座ってもらうにしましょう。で、あのまあちょっとテーブルないけどっていう感じだと思いますけど、はい。これ入るときは普通に正面からここから入る。ね、裏からあります。裏に扉。ああ、オッケー。はい、そうです、こっちから。はい、というわけで、遊郭慰安旅行初日ですね。はい、いい感じの、いい感じのビューが泣いとるし、いや素晴らしいですね、本当に。景色でございます。今日も一日張り切っていきたいと思いま す, です、ね、朝食でございます。美味しそうですね。こう食べて元気もりもり、元気100倍、朝さんみたいな感じで今日も張り切って一日を過ごしていきたいと思います。今日はウェルカムパーティーがちょっとメインイベントになるかと思うんですけれども、どんなイベントになるやら、ちょっとまず朝ごはん食べて、ね、ちょっとエネルギー補給したいと思います。奄美大島をお散歩中でございます。海が綺麗ですね。企画でそのファンクラブの旅行というのをですね、はい、初めてやったんですけれども、はい、やるんですけれども、まあ、それでその中にまあちょっとライブとかも組み込まれてるんですけど、じゃあファンの方々も奄美にしてくださるってことですね。そうなんです、ファンの方と一緒に奄美に来たっていう感じですね。ありがとうございます。で、まあ、今です焼酎、うん、あ、甘い黒糖焼酎ですね。そう、黒糖焼酎を飲んだんですよ、いただいて、うん、めちゃくちゃ美味しかったですね。もう間違いないです、私も昨日飲みましたけど美味しいですよね。そうそうそう、でうちのマネージャーの小室ってやつがもう長いにするもんだからベロンベロンに酔っ払って、けどもうなんかね、残らない残らない、すっきりなんですよ。そう、すっきりなんですよ、本当におっしゃる通りなんです。またマネージャーさんもね、勇気あるマネージャーさんですねそう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 、お前次ぎすぎだろみたいな感じ最終日ちょっとできるかもしれないですね。最終日から20日までいるんで、すごい、本当にありがとうございます。はい、いいえ、ステッカーまた彼女からプレゼントします。笑ってもらって聞いて驚いてました、なんかあー、あー奄美にも届いてたいただきます。あ、ありがとうございます。いただきます。これ何があるんだろう。酸化ジュースかコールドプレスジュース。コールドプレスの中にも酸化は入ってます。酸化ベース。あ、じゃあコールドプレスジュースの S サイズとかってありますか。あ、そのちっちゃい方が S です。あ、じゃあコールドプレスジュースの S サイズを1つと、はい、バナナと人参も入れていいですか。はい、はい、僕 M サイズがいいです。はいS2 つと M1 つで。着付けしてもらってます。2回乗ってドリンク聞いて着席ってことで、はい、今回はね、大島紬という奄美大島のお着物。ウェルカムパーティー楽しみですね。いや、上野さんはちょっと演者の準備を。イベント運営の上野さんです。で、なんかそう、でかすぎたらなんか自分が下がるのがいいんだって。あ、
中入って呼び込みますので、拍手が聞こえたら扉開きますので、はい、扉開けてくれるんですね。はい、じゃあもう目の前に待機。